皆さん大変光栄でございます。この場においてお話をさせて機会をいただきました。私の方からインディペンデント独立系メディアについてお話をさせていただきます。そして中野明子さん、デモクシーナウジャパン、それからデニス・モイナハン、起立されましたけれども、私と共に勤務をされています。そして共同著者、これは沈黙を強いられた民衆、反乱、占領、抵抗と希望を共に執筆しております。そして、上智大学の皆様にもご招聘いただきまして、心からお礼申し上げたいと思います。皆さん、デモクシーナウをご存知ですか？ご存知の方、ぜひ挙手を持ってお示しください。ありがとうございます。そして、ぜひ、友人の方々、そして敵の方々も含めて皆さんにぜひお伝えしてください。議論を前面に出しております。私はパシフィコからキャリアをスタートしております。1949年、カリフォルニア州のバークレーで始まりました。これは非常に意識的な、意識の高い無線版からまず始まっております。これは企業のお金からではなく、やはりアーティスト、それからジャーナリストからスタートしたものでなければならない。ジョン・ガードナー、ペンシルベニア大学ですけれども、コーポレート・エンバイロメント・ムーブメントというものを立ち上げました。この企業を代弁するものではない、そういうものであるべきというふうに主張されております。今現在ですけれども、非常に企業の影響が色濃いわけです。1949年続きまして KPFK、ロサンゼルスで始まりました。そして私のWBI がニューヨークで始まりました。そしてワシントンです。それから1970年におきましては、ヒューストン、テキサス州ですが、KPFT が始まりました。ペトロメトロと呼ばれております。これはヒューストン、つまりこの油田が広がる州です。非常に興味深いその立ち上げです。最初の数ヶ月、KPFT ですが、この唯一放送局として爆撃を受けたんです。つまりこのKu Klux Klanがこの送電機の下に爆弾を仕掛けたんです。十分な財源は持っていなかったんですけど、少なくともこれがこの視聴者の心に響いたんです。ショックを受けて、そして立ち上がろうとして、そして再び KKK のこの爆撃の標的となりました。これがグランドドラガンだったのか、それともエクサルトサイクルス、それぞれそのリーダーの名前なんですけれども、あるいはグランドウィザードというリーダー名もあります。いずれにせよ、これこそは最も誇りを持ているその行為であったというふうに彼はその後振り返っています。どれだけ独立系のメディアが重要であるか、そして危険であるかということを彼は気づいたんです。なぜならば、それによって民衆に声を与えられるということに気づいたんです。それぞれが自分の経験をもとに話す場合、これはパレスチナの子供であったとしても、それともイスラエルのおばあちゃんであったとしても、あるいは被爆者、広島の方であったとしても、あるいはアメリカの兵士であり、そして帰還を果たして、そして精神的に、あるいはその物理的に、身体的にこの被害を受けた、そしてその方はどのようなその対象に対してその影響、あるいはその害を及ぼしたとしても、その自らのその体験から語っている言葉ほどその影響力を持つことがありません。それに彼は気づいたんです。メディアこそが世界においてその平和をもたらす非常に強い力を持ちます。しかし今までにおきましては、あり方としては主流派のメディアにおきましては、この戦争を擁護するようなその役割を果たしてきました。今、アメリカにおきましては専門家一握りしかいない、そしてそれらの方々から世界の在り方についてその説明を受けますが、しかし視点が間違っていることはあまりにも多すぎます。我々のその狙いというのは、いわゆるその専門家、あらゆる問題、そのいわゆるメディアがこの取り上げるいわゆる専門家ではなく、それぞれの地域において専門家としてその認識されている人々から自らの声を伝えていただく、そして非常に困窮している状況の中に置かれている人々から自らのストーリーを伝えていく、それを救い上げるというのが独立系メディアの重要だと思います。皆さんはこれはご存知のことかどうか分かりませんが、インベッドレポーター、つまりその従軍記者というようなことでございます。イラクとかあるいはアフガニスタンなどで使われているわけでございますが、こういう人たちはもちろん勇敢な方たちでございますが、しかしなんか従軍記者からどういうような情報が来るのでしょうか。つまりそのその銃のその引き金を持つ側からのレポートが来るわけでございます。しかしながらその標的になった人たち、病院に入っているような人たち、こういうようなその視点がほとんどメディアに反映されないということでございます。その平和活動家の視点はどうなっているんでしょうか。そういう意味ではメディアがいろいろな意味で失敗しているというふうに思っております。例えばその米国のそのイラク戦争の報道を見てもそれがお分かりかと思うのでございます。2003年の2月でございますが、ジョージのパウエル国務長官だったのでございますが、彼は大きなその講演会をしたわけでございます。そしてやっぱりこれからイラクを侵攻しなきゃいけないというふうに言ったわけでございます。大量破壊兵器がイラクに存在しているから、これは実行しなきゃいけないというふうに言ったわけです。大勢の人たちがそれを信じたわけでございます。でありますので、パウエルのこのスピーチの前後2週間いろいろ調査されたわけでございます。実際にその侵攻の6週間前だったんでございます。そしてノーム・チョムスキーが言うことなんでございますが、戦争におきましてやっぱりその多くの人たちのその合意を得ようとする大事な時期だったわけでございますが、4つのその夜のニュース番組でございますが、多くのその専門家が呼ばれたわけでございます。当時はまあいろんな調査がされたわけなんでございますが、ほとんど400のうち1000人だけが反対なそのことを唱えたわけでございます。つまりそのほとんど専門家がその戦争を保守するまたというわけでございます。ですのでバランスが取れた報道というのはもう完全になされてないという世の中でございます。私が思いますのはやはりその平和と戦争について深刻に考える人々、そしてまた格差のことを深刻に考える人々、米国でもこの状態がひどくなっているわけでございます。全世界においてもこの格差がどんどん状況が悪化しているわけでございます。あるいは気候変動についてでございます。これ気候変動と言いますのはただただその少し夏が暑くなるということで、その大したことではないというわけでございますが、しかしながらもともと重要なひどいことでございます。気候変動と言いますのはどのくらいその冬が寒くなるかということも大きく関わるわけでございます。つまりそのどのくらいその気候が変更するかということは我々全ての人類に大きな影響を与えるわけでございます。それをきちんとその専門家が説明しようとすると非常にそのからかわれてしまうわけでございます。つまりここで一番言いたいことなんでございますが、サイレントマジョリティ、よくその沈黙を守る大多数ということでございますが、今そのメディアの力が偏ってしまっているためにこの大多数は沈黙を強いられてしまったというふうに考えております。つまりメディアはよく主流メディア、メインストリームメディアというふうに言われるわけでございますが、この主流ということではないと思うんでございます。つまりその世論の大体の声というのは、例えばそのイラク戦争などは反対しているわけでございます。日本におきましては例えばその原子力に反対する声が非常にその主流になっているんでございます。例えばその首相官邸の周りにデモがあるわけでございます。数百名が集まったりするわけでございます。つまり多くのその日本の世論におきましては、世論調査におきましてはやっぱり原子力を反対するその気持ちが非常にその主流になっているでございます。しかしながら主流メディアはそれを取り上げてないということでございます。つまりメディアの責任といいますのは、やはりその権力ある人たちのメガフォン役をしてはいけないと思います。一般の人たちがその声を出せるようなものにならなきゃいけないということでございます。例えばその米国の大統領にしましても、全く全然違う考えの人と議論できる、そういうようなその同じ競争条件のような場を提供しなきゃいけないということなんです。つまり意見と意見がぶつかり合えるできるような、こういうような状況を、プラットフォームを提供しなきゃいけないというふうに考えております。メディアと言いますのは、繰り返すようでございますが、権力を有している人たちのメガフォンになるということはいけないということなんです。我々はやはりその権力側に懐疑的な目を向けなきゃいけないわけでございます。説明責任を要求しなきゃいけないということでございます。アメリカにおきましては、憲法では唯一、その言論の自由、その我々の、その職業というのは守られているわけでございます。ジャーナリズムと言いますのは、やはりその民主主義的国家社会に不可欠なものでございます。自由なバランスの取れたメディアということでございますが、私は昨日広島を訪れることができたわけです。私は広島についてもう長年、いろんな記事を書いてきたわけでございましたが、最初の3つの本は私の兄と一緒に書いたわけでございます。最初の本はException to the Rulers、直訳いたしますと、その支配者に対する例外ということでございます。我々が一番主張したいことはそういうことでございます。今はメディアがどんどん発達しているわけでございますが、やはり今、ハイデフのテレビ、そのデジタルテレビとかいろいろ進んでいるわけでございます。しかしながら内容を見ますと、ほとんど雑音しか来ないというふうに、スタティックしか来ないというふうに思います。つまり、本当はやはり多くのその権力者、支配者が居心地悪くなるようないろんな意見とかが、いろんな議論というのがメディアを通して展開されなきゃいけないというふうに考えております。メディアが国家を批判する、国家をきちんと分析するようなメディアが必要であるというふうに考えていました。そういうようなものによって我々は救われるわけでございます。その先ほどのその従軍記者ということでございますが、つまりその軍隊の中に記者が埋め込まれるということでございますが、これはイラクの話をさせていただいたんでございますが、もっともっとその歴史を遡りますと、広島の時におきましてもこういうような記者があったわけでございます。先ほどの本の中に一つの章があるんでございますが、これは広島その原爆の取材についてということだったんでございます。アイアフ・ストーンという方が言ったことなんでございます。彼をこれ引用しているんでございます。政府は嘘をつく。彼が有名な言ったことなんでございます。特に戦争においてはそうです。しかし、このような偽りというのは命を奪ってしまいます。大量破壊兵器のつい最近の報道に関しまして多くの命を奪ってしまいました。独立系のこのメディアが生まれた時ですが、バーチェットが広島へと足を運びました。しかし問題というのはマッカーサー元帥か、日本はメディアから立ち入り禁止というふうに発表いたしました。しかし、長崎、広島におきまして原爆投下されたとしても、しかしながら西洋からのその記者を受け入れることはなかった。そしてミズリ軍艦がにおいて記者が登場しただけです。しかし、バーチェットはその中で自ら足を踏み入れることになりました。自らの目を持って、この原爆はどのようなこの大惨事をもたらしたのかということを理解することに努めました。ということで、30時間その列車に乗って、そして広島へと向かうわけです。マッカーサーの元帥のこの指示というものを彼は守ることはなかったんです。そして足を踏み入れた広島というのはかつてないこの情景がここで繰り広げました。5万3000人の人口というのはここで抹消されて、そして建物というものは一つも建っていなかった。人々はその影しかその建物の壁に残っていなかった。そして人々の体からは肉がただれて、そしてぶら下がっていた。そして人々の頭からは髪の毛が抜けていた。こういう状況を彼は描いています。そして彼のタイプライターを膝に持って、そしてこれを書き上げたんです。そして原爆投下によりましてこの2つの都市というのは地図の上から抹消されていた。そして人々はその原爆投下から後もこの原爆病とからは表現しますが、この苦しみ続けてきた。そして今日に至ってこの苦しみというのは続く。決して広島というのは爆撃を受けたような街には見られない。まず巨大のこのブルドーザーがこの街を抹消して潰してしまったというような、そういうふうに情景しております。なるべく中立な立場で、そして感情を入れず私は報道を試みると彼はそう書いています。この原爆病というのは1949年9月ロンドンデイリーエクスプレスに掲載されました。これが掲載された日ですが、政界から進撃が走ります。そして試験場におきましては、最もこの4年間のこの戦争というものをの歴史にも閉じるものでありますが、しかしながら写真そのものが描くよりもその惨劇というものは広がっているというふうに彼は語っています。これはアメリカの政府にとってはこれは計算外でした。マッカーサー元帥というのはこの原爆が投下されてきたその町に対するその記者の立ち入りというのを禁止しました。しかしなジョージ・ウェラーがシカゴデイリーニュース長崎へと足を入れます。そして25,000語の文章を書き上げます。そしてその時ですが、その放射能病というようなその表現さえなかった仕方がありまして、からが何らかのその謎の病気というふうに彼は表現します。しかし彼が書き上げたこの記事というのは決して掲載されることはありませんでした。奈落の検問家のその目に留まったからであります。そしてアメリカの当局ですから、対応の方法、バーチェットのこの彼に人を雇い、そして襲い、そして入院させ、そしてその間ですが彼らのそのカメラとそれから記事全てが消えることになりました。何よりも日本のプロパガンダから彼はその影響を受けているとアメリカ当局はそういうふうに表現しております。そしてアメリカ軍ですが、ニューメキシコへと記者をそもそものその試験場へと招いて、そしてこういう放射能の問題というものはないということを証明しようとしたんです。例えばウィリアム・ローレンス、これプリッツァー賞を受賞したニューヨーク・タイムズの記者です。これ彼こそがアメリカにおきます筆頭のそのサイエンスレポーターです。このローレンズがその実際に原爆の試験場に来ていただいて、できるだけその我々の好意的な記事を書いてもらうために使ったわけでございます。ローレンズは全くその期待に応えてきたわけでございます。東京からいろんなそのレポートが出てきているわけでございますが、これは全くその事実に異なるに反するというふうに言っているわけでございます。非常に不思議なことでございますが、当時その記者他の記者の一人がその実際にその原爆の実験があったところのところに立って写真を撮ってもらったんでございますが、数年後彼はやはり白血病で亡くなったわけでございます。きちんとその政府の方からその賠償金というのが出たわけでございます。これは本当に余談でございます。日本、彼がそのローレンス氏が書いた記事なんでございますが、彼はその10の記事をニューヨーク・タイムズに書いてわけでございます。東京で今描写されるような報告があるようなその不思議なその放射線に関する病気などは存在しないというふうに書いたわけでございます。そして最終的にその記事によって彼はプリッツァー賞まで受賞されたわけでございます。ここで絶対皆さんにしていただきたいことなんでございますが、彼は実際には陸軍省からもお金をもらってたわけでございます。いろんなその文章、報告書を書くためにスピーチなどを書くために実際にその書いてるわけでございます。そしてあるいはその原爆の難しいその内容を一般の人が分かるようにその文章化してもらいたいということで、彼もそういうような記事を書いて、あるいは文章を書いてちゃんとその報酬をいただいたわけでございます。そしてちゃんとした記者としてこういうプリツァー賞を受賞したわけでございます。私はコロンビアジャーナリズム校の方で大学のジャーナリズム部門におきましては講義を行っているわけでございますが、やはりそのプリツァーその委員会の方にこういうような受賞は間違っているんじゃないか、これは剥奪すべきではないかというふうに申し出ているわけでございます。やはり国家のその代弁するのが記者の仕事ではなく、国家が何しているかということをその記者がきちんと調べなくてはいけないかというふうに考えております。私は数時間前に京都から来たわけでございます。皆様ご存知だと思うんでございますが、戦時中、そのいろんな空襲が予定されてた時に、いろんなその標的になるような都市というのが当時の陸軍長官であったシティミソンにその都都市のリストを渡されたわけです。でも彼はその京都っていうのを見まして、これは絶対、空爆してはいけないというふうに決めたんでございます。なぜならば、彼はその新婚旅行の時に京都を訪れたことがあって、これは素晴らしい都市だというふうに考えたわけでございます。まあ、これはいい話なんでございますが、しかしながらこれはその広島の方たちにとって非常に気の毒な話でございます。なぜならば、新婚旅行にスティムソン夫婦が広島に行ってたら、もしかしたら広島に行かなかったかもしれません。つまり、スティムソンさんは実際にその京都を分かったわけでございます。人間の目で見たわけでございます。そういう意味では、やっぱりメディアというのは大きな役割を果たすことができるわけでございます。我々がメディアを通しまして、我々はそのお話を通しまして、いろんな人たちの声を通しまして、一般の人たち、他の人たちにこういう人たちがいる、こういう文化があるということを伝えられるわけでございます。そうやってお互いを理解できるようになりましたら、なかなかお互いを攻撃する、爆撃するということはできないんじゃないかというふうに考えております。だからこそメディアというのは平和と戦争、生と死、こういうようなものをきちんとその民主主義国家の中でメディアは取り上げなきゃいけないというふうに思っております。これらは一番我々の責務でございます。このように長い話をさせていただいたのでございます。これから Q&A に移りたいと思うのでございます。一番最後に一言申し上げたいと思います。東チンボールについてちょっとお話をしたいと思います。これもやっぱりプレスの方たちにとって重要なメッセージではないかと思います。あと福島についてちょっと、コメントしたいのでございますが、これは非常に意義深いお話ではないかと思います。日本に目を今向けますと、日本は一つの、悪い例になっていると思います。新しいその原子力の夜明けの悪い例になっていると思います。もともとその原爆というような悲劇があったわけでございますが、この福島のお話におきましても、やっぱり実際に、やはりその悲劇、最もその犠牲になった形の声を取り上げなきゃいけないと思います。昨日、86歳のその被爆者のお話も聞いたわけでございます。平和記念館に入る前に、彼が、ちょっと入る前にちょっと待ってくださいというふうに言われたのでございます。なんか見るべきじゃないですかって聞いたんですけれど、でもその被爆者は中に入る前にここにちょっと立ってもらいたいと思います。なぜならば、ここに瓦礫があるけれど、これは実際に昔あった家の跡なんですよ。ここに実際に生の人間がここに住んでたんだよっていうことを理解してもらいたい。これは歴史の話とかそういう抽象的なことではないんですよ。実際に人がここに住んでた、そこに人たちが使ってた食器が残ってるんだということをお話ししたのでございます。非常に感動したものでございます。で、また東チモールについてでは最後にちょっと触れたいと思います。アメリカにおきましては、東ティモールと切っても切り離せない関係にはありますが、しかし、情報というのは周知されていません。島国であり、数百年にわたってポルトガルの植民地であったわけですが、1974年に撤退して、そして75年にインドネシアが侵攻します。75年の12月、フォード、そしてキッシンジャー、当時長官ですが、ジャカルタでスハルト大統領に対して承認したんです。スハルトは非常にこれを重要視しております。なぜならば、アメリカからのその支援というものを切り離すことはできなかった。従いまして、長官からのその承認を求めたんです。承認を求めた上で、二国間関係というのは維持されました。そしてそのうちにマルコスへと会うわけですが、これは空から、そして陸から、地から侵攻することになります。1975年のその当時です。そして 70% 武器はアメリカから支出されております。その財源とそれからトレーニングにおきましても、これはアメリカから得ています。国は閉鎖されました。そしてインドのオンネシアの軍部から大殺戮がここから展開されます。20世紀の最大規模の大殺戮であります。それから17年、アメリカのメディアと、それからいわゆるコーポレートメディアと、ナイトリーニュースですが、東ティモールは報道されることはありませんでした。特に20世紀の後半におきます、非常に重篤な大惨害であったにもかかわらずです。そしてポーパットですが、アメリカの敵国であり、従いましてメディアは常にこれを追求した、もちろん追求するということは重要だったんですが、しかし一方でインドネシアの起きまして同じような対応がなかったんです。インドネシアの大統領はアメリカの同盟であります。従いましてアメリカの大統領、そして長官において東ティモールへのインドネシアの侵攻に関する言及はありませんでした。そしてそれから17年間インドネシアの軍部が人口の3分の1、およそ20万人を殺戮しております。カンボジアよりもその数字規模は大きいです。私、1990年と91年私は両党ミレさんと行きました。そして10月の時です。そしてそのディリにおきます。ディリといえば首都です。オーストラリアから300マイル離れたところです。そこで教会を訪れたんです。そして女たちはそこで叫び悲しんでいました。そして陸軍がこの包囲してサルベーション・ゴメスさんのちょうどこれ追悼ミサが行われていたんですが、その際に銃を人々に向けることになりました。そしてその後ですが、ここでのその英雄というのが後東ティモールの首相となります。当時ですが、このミサが行われております。これは91年の10月です。人々はフリーサインを抱えて、そしてビバインディペンデンス、ビバセバスチャン・ゴメスというふうに唱えていたんです。その人物を直接知っている方はほとんどいなかったんですが、しかしそこで唯一残っているその建物がここで奪われることになりました。教会のみが残っていたんです。それこそが人々にとって唯一残っている労災というような、そういう象徴的な建物でした。この就航、そして表現の自由というのは守られていなかった。しかしながら、そう教会が唯一人々を集うことが許されていたんです。そして国連からもその調査団が入ってくることになっていた、ちょうどその当時です。しかし我々知るところになりました。ポルトガルのこの派遣団が撤回したということ、それはやはりアメリカが仲介することによって彼らは来ることがなかったんです。そして2週間後ですが、人々が悲しみ暮れていた。非常に多くの人々が教会に集まっていたんです。学校にも行かず、なぜならば教会に庇護を求めていたんです。そして彼らはその命を懸けて、そして彼らは発言をしたかった。なぜならば国連の調査団が来るということをしていた方です。でも結局は来なかった。そして10月のこのある日の朝、インドネシアのこの軍部はどのようにしてこの迎え入れようとしていたのか、こういうことは我々の耳に伝わりました。もしも調査団に接触をすれば命を奪われると、つまり7世代後まで命は奪われるということで脅されました。そしてセバスチャン・ゴメスが亡くなった2週間後です。2週間後にこの追悼ミサを行うことになりました。非常に多くの人々はカトリック教会へと集い、ですから中から人々はこぼれて、そして外にもこぼれ出ていたんです。数千人がいました。子どもたちは制服を着て、そしてシーツを破ったこのバナーを持って、そして行進したんです。ディリの街です。そして女子も一本を持って、そして古い伝統的な衣装を身にまとった老婆がそのもう一つの橋を持って、なぜインドネシアの軍部は我々の教会に砲撃したのか、そしてこのような大殺戮をやめるように国連の部隊に対して、そして調査団に対してもっと訴えたんです。いろいろな基地があり、そしてホテルではティモールの人々が拘束されていた。そして人々が自殺された、そういうところを経て、そしてすみません、非常に早口になってまいりますけれども、しかし時間の制約がありますので話の方を続けさせていただきます。そういう箇所を通って、そして行進したんです。そして我々は墓地の集まっている人々に尋ねました。なぜ抗議をしているのか、なぜ命を犠牲にしてまで。そして答えは、私の母のために、そして兄弟のために、そして村人のためにという言葉が書いてまいりました。そしてそれから行進が始まって、そして制服を見とった軍人が M16、 これは銃口、アメリカの方から支給された銃を手にして、そしてそれを向けたんです。このような形で大殺戮というのは繰り返されてきましたが、しかし西洋のメディアのカメラの前で行うことはかつてなかったんです。ですから我々考えたんです。我々が前面に出ればこれは阻止されるであろうと思ったんです。チモールの人々が西のメディアと話していることが分かれば非常に危険であるということが分かっておりました。ですから私の身元では隠していたんですけれども、ここの場においてはあえてそれを出しました。そしてカメラを出して、そしてマイクロフォンを抱えました。そして我々は最終的には壁に包囲されているところまでたどり着いたんです。そして兵士たちは我々を超えて、そして警告もなく、そして躊躇することもなく、威嚇することもなく、住民に対しまして銃口を放ったんです。私の裏にある小さい子どもがその爆撃を受けて、そして命を落としました。そして兵士たちは私のマイクを握って、そしてこれは必要ないんだ、そして私は倒されました。そして彼らのブーツとそれから銃口のこのヘリで私は倒されました。そして私の同僚ナイール氏が私の上に身を倒し、そして私を守ってくれたんです。しかしながら銃を持って彼の頭蓋骨をめがけて彼らは殴りました。そして12名、そしてそれ多くの兵士が加わり、そして2つのことを言っていました。ポリティックとそれからオーソラリと。ポリティックというのはこれは政治的だ、我々のその存在というのは政治的な動機によって我々が語っているということを彼らは言っていたんです。しかしそれは我々の仕事です。そしてオーソラリアかと我々に対して尋ねたんです。それがどれだけ危険なのか私は知っていました。オーストラリア出身のこの記者がこの報道をしていることを知っていました。1975年の当時です。バリーボーという場所におりました。そしてこれを聞きつけたその兵士は彼らを集団殺戮しました。そしてロジャー・イースト1975年のそれが12月のことです。彼はこの放送局から引きずり出したんです。そしてオーストラリア人ということを分かって兵士たちはチモールの人々とこの人物を殺戮しました。これに対しましてオーストラリア政府から全くその抗議の声は上がりませんでした。なぜならそれ以降ですが、協定がオーストラリアとそれからインドネシアの間で結ばれたんです。チモールの起きます油田の共同開発は進めることになりました。この血が流れるところで私はアメリカだアメリカだということを叫んだんです。どんなに行けられても私もパスポートを見せながらワシントン DC で生まれたよということを叫びながら耐えたわけです。しかしながらどんどん我々を殴ったりしたわけですが、あまりにも言い続けたからやっとその銃を我々の方に向けなくなったわけです。もしかしたらその銃は米国から来ているので、我々も米国から来ているから、その共通点があったからかもしれません。でも非常に年取った男がその祈るようなその姿勢を取るたびに殴ったわけでございますが、我々は赤十字のその車があったのでその中に入って、その殴られたその老人も一緒に連れて乗せたわけでございます。そしてやっとたくさんのけが人が乗ったこの車が病院に着いたのでございます。そしたら病院のスタッフが我々を見て泣き始めたわけでございます。なぜなんでしょうか。それは私とアラン、アメリカ人だけがこうやってけがされた、個人的にどうこうということじゃなくて、世界で最もその権力がある国の代表者でさえこんなに殴られてしまうというのを見て、もう絶望的な気持ちになったのではないかと思います。やはりその米国といいますのはもちろんやっぱりそうやってその民主主義を潰すために使われているような武器を輸出する国というふうには彼たちは見るかもしれませんが、しかしながらやっぱりそのチモール人は米国のその人口構成もよく見ているわけでございます。そして民主主義が非常に大切にされる国でもあるというふうにも分かっております。その日270人がその軍に殺されたわけでございます。我々は、とりあえず、隠れたわけでございます。もちろん、我々の写真のほとんどが全部、その取り上げられてしまったのでございますが、何枚か残っておりましたので、そのフィルムも残ったので、それだけは隠しまして、そして、宗教、の、関係者が隠れているところに行きまして、そして、ビショップという宗教的なリーダーでございますが、彼に、ある程度手を落としてもらいまして、そして一つだけの飛行機がこれから離陸するので、それになんとか乗ろうということで、アランザが相当非常にひどい怪我を負ってたんでございますが、もしかしたらその軍が我々はもう逃がすというふうに決めたのかもしれませんが、あるいはそのコミュニケーションがうまくいってなかったかもしれませんが、どっちにしましてもなんとか我々はこの航空機になんとか乗るようになったわけでございます。アランさんは時々もう痙攣するような形でございました。こんなに美しい国に来た日、喜んでたんでございますが、もう今はもう血だらけで、血まみれな体で、その頭をバンテージでくるみながら、とりあえず航空機に乗ってバリ島に行ったわけでございます。そしてその、米国などその西側諸国の方にこういうひどいことがあった、こういうような殺戮があったということを説明したわけでございます。そしてまた米国、その記者会見も設けました。そしてまた米国のその武器が使われたというふうに発表したわけでございます。それによって国連に一刻でも早くその介入してもらうということをお願いしたわけです。そして1979年にやっとその国民投票が行われて、やっと自由を得ることができたわけでございます。しかしながら3年間時間がかかったわけでございます。我々が経験した時から3年間そのままになってしまったわけでございますが、やっと自由を取ることができたわけでございます。2002年5月20日でございました。我々はやっとその東地方にまたその独立記念日、その国の建国の日に我々がまた東地方に入ることができたわけでございます。数十万人が集まって、アナン国連事務総長も来られたわけでございます。そして長年その交流されておりましたその新しい大統領がそのスピーチをしたわけでございます。たくさんの言語で話しまして、その新しいその国の旗、国旗を掲げたわけでございます。もうやはり多くの方たちが周りにいたんですけど、みんなもの涙ぐんでたわけでございます。やはりもう長年考えられないようなその代償を払って、やっと自由を得ることができたわけでございます。やはり多くのその世界の国民が自国の政府に何とかしてもらいたい、介入してもらいたい、もう武器を輸出しない、この政府を支援してもらいたくないという声があったからこそ、このような日を迎えることができたのではないかと思います。やはり私は深く感じることでございますが、我々はこういうような一般の国民、運動家、その政府の批判をする人たち、芸術家、こういうような人たちのその声をどんどん取り上げなきゃいけない。ご清聴ありがとうございました。